今日は奈良県の室尾ダム初めて来てます、こちらの船屋さんっていうところで、まあ、入魚券をね、買っていくという感じで、ここにねこんな感じで入魚券があります。自販機で買うらしいっす。出てきた。はい、これですね、入魚券。おはようございます、楽しい一日をお過ごしください、この板はカゴに返してくださいということで、あ、もう結構今日来てますね、多分何人かはね。はい、ということで、これです、一日券を買いました。さあ、初室尾ダムに来ましたが、どうなのかな、ちょっとなんかもう満水すぎて見るからにどえらいカバーなんですよ。ちょっと魚とどこで出会うのかっていうのが結構重要な感じですね。まあ、まだ差し込んでくるタイプのバスが多い感じで、サンダもまだね、始まってないということなんで、まあまあよかった、サンダ前がいっちゃ重いから。超汗、完全にここはスポーニングエリアって感じですね。まだスポーニングエリアっぽいところには魚が、いた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 、だってちょっとねメインの通りの反対側に来て、なんとなくフラットに魚がやっぱ刺してきてる感じで、オスとかもいるんですけど、メスのね1個体もちょっとフラットに入りかけてるんで、パッと見フラットっぽいなって思うところをちょっと重点的に今からやっていこうということで、まあ魚いるかどうかわかんないけど、ちょっと地形だけをつまんでやっていこうかなっていう感じですね。あ、なんかいる、バスだバスだ、バス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 、でかいのいた。このフラット状っぽいところにあるタチキ、メインのタチキ、ここのタチキに今ね、超でっかいのが、超でっかいのがいた。いろいろちょっと出すの悩むんですけど、まだいるな。ジグソーキーでいきますわ。やっぱ春は、フラットをベースにどう考えるかですね。まあまあいいやん。めっちゃ回遊してきてた、よっしゃ、おい、チグヘッドワッキー、バコーンいった。オスっぽいな、オスだね、45ぐらい、よっしゃ、オッケー、まあまあいいじゃん。45センチぐらいかな、とりあえず1匹目は。まあまあ、こうやってね、フラットを探していって、回遊してくる今、バスに
アプローチ、フリックをアプローチして食わせました。はい、ということで、まあ、地形変化をうまく読んだ、あ、1匹目正解。 OK、 結構このワンドの中が、まあ、真ん中ちょっと深いと思うんですけど、この手前がね結構いい張り出しが効いてて、で対岸側もちょっといい張り出しが効いてるんですよね。ということで、まあ、このフラットにちょっと岬状に張り出してるのもあるんで、まあ刺してくるバスがこういないかなっていう、まあ、そういうちょっと狙いもあって場所を、まあ、セレクトしました。今3本ぐらい回遊してきてて、なんとかねすぐ釣れた。そしてリグは定番のフリックシェイク、ジゲットワッキー。なるほどね、春は面白いな、ゲーム性高くて。まああとは似たようなところを探していきます。事前情報とかももうほぼない状態で来てて、まあ、わ、食って、よっしゃ、マジ、やっぱすげえ、一発だ、よっしゃ、しゃ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 、よっしゃ、やば、ほら、いいとこ回ってくんだな。出した出した、よっしゃー、うわこいつはちょっとサイズ落ちたけど、メスか、この腹パンパンぐらい、やば、ほらいいところだ、入ってくる、連発だったよ、すげえいいコンディション、パンパン、はい、ちょっとサイズ落ちましたけど、まあ、それでもね結構いい感じのバス、メスっぽいね、このお腹の感じというね、超ぷっくりで、うわしゃー、連発。フラットをベースに、まあ、魚がどうポジションしてるかっていうのを、見ながらやっていってます今で、まあ、おまく通りフラットにちゃんと刺してる、オスっぽい個体も乗っかってるけど、メスっぽい個体も乗っかってる。でさらにそのフラットの大きめの、まあああいうタテスト系ですよね、フラットの近くにあるタテスト、まあだからセカンダリーポイントやね、これはもうセカンダリーに魚が差し込んでるような感じですね今。このベッドを作ってっていう感じではなさそうなんで、まあ、その一歩手前の状態で産卵を待機しているようなメスが、ああいう沖の縦に伸びるストラクチャーに、サスペンドしているような状態ですね。さてちょっと兵器を持ってきました、これピック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 です。そこらにねメスが浮いてるんで、あ、でけえのいる、立ち木だな、やっぱ木は見てる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 見てきてる、見てる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 、くそでけえよこいつ、Uターンした、Uターンした、
周りに人がいるんで声落としますけど、よし、ウィークウィークシェイク 4.8 ジグトーキのボトムでふわ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 っていう感じ。あ、どこ行っても一緒やね、春はね。なんとなくエリアを見定めて、釣っていくという感じですね。よいしょ、中層ふわふわ作戦、来たよ、やべ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 、木がよっしゃ、ういー、やば、コロンコロンやん、うっしゃ、パンパンやねこいつ。中層におったな、土中層に、あの木の方に投げてふわふわさせてたら食った、やったぜ、やっぱここかよ、すげえな、ここめっちゃおるやん。雨が降ってきましたね、これ。しかも結構ね、質の悪い雨、超冷たい雨で、最後インレットにこう刺してくるかなっていう狙いがあったんですけど、その思惑はね外れました。うん、まあただ、うん、初めて見てね、ぐるっと回って、一から開拓してっていう感じだったんですけど、いい意味で広くて探せる楽しみがあって、またねちょっとシーズン入ってから、まあ、入ってるけど、また別のシーズンで来てね、まあ、もうちょい水が減るみたいなんで、まあそういうタイミングでもちょっと、ワカサギレイク独特のこの室ダム、また来てみたいなと思います。ということで、まあ春のね攻めのちょっとこう意識すべきところっていうのが、垣間見えたんじゃないかなと思うんで、普段の釣りにまた役立ててください。